はい、幅根先生です。今回はペン先の書き比べの動画をご紹介します。前編ではこちら、先の尖ったペン、後編ではこちら、先の平らなペンの書き比べをいたします。それだけではないです。前編ではエモい絵文字の制作レッスンを行います。ぜひそちらもお楽しみください。普段一番よく使っているペン先です。素材が柔らかいので太さが簡単に出ます。これでイラストを描いたりもしますので、おすすめしたい一本です。カリグラフィー用のペンというより漫画家の方がよく使っている G ペン、かなり硬いので太さがあんまり出ませんが、細い線がとても綺麗に出るペンなんですね。値段も安いので初めての方におすすめ。細さが大変安定していますし、太さも出るのでバランスのいいペン先と感じます。ペンに幅があってとても可愛い形なんですよね。書き味もおすすめ、とてもいいですね。細い線も出やすいです。シンプルで、ね、生きている形のペンです。普段ほとんど使わないんですけども、細い線に、際立って綺麗さを感じます。材質が、ね、硬いので筆圧がある人向けです。こちらはペン先が曲がっているのでホルダーはストレートという組み合わせになります。材質が硬いので太さがあまり出ないんですね。ちょっと硬い印象に仕上がります。丸ペンは専用のホルダーに挿して使います。これが一番ですね、細い線が出ますね。なのであまり大きく書くというより小さい文字や、イラスト細かいことを書くのに向いているペンです。こちらはガラスペン、溝にインクをつけます。で、材質がガラスなので太い細いは出ないんですね。あとそれほど長く書けない、使うのが難しいペンです。まあ、扱いのね、ガラスですから気をつけなくてはいけません。なので、たくさん書きたい人や、太い細い線が強弱のある文字が書きたい方には、不向きなんですね。まあ、飾って楽しむというのもいいと思います。こちらの竹ペン、ここに丸い穴があって、ちょっと溝が掘られているんですね。でちょっと昔に買ったものなので、どこで買ったか忘れてしまったんですが、まあ、なんか大変無骨で味のある文字が書けます。しっかり出るときのきしみというのも感じられて手が感たっぷりです。初めてさんにおすすめは1番のハントアーチストペンです。それではエモい絵文字を書きます。 A、B、C と案を考えたんですが C を書きます。下書きは鉛筆で、本番は3本のペンを使い分けて書きます。インクではなく不透明水性絵の具を使用します。ざっくりと書いた案をもとに、まずは C の形を紙に写し取ります。大きく書くことでたくさんのモチーフを書き入れられますので、実際に書くときに参考にしてください。大きめのモチーフ、猫ちゃんなどからどんどん書いてバランスをとっていきます。人相の悪い猫を書いてみました。それではペン入れです。不透明水彩の具をパレットに入れて水で溶きます。ペンの裏側に乗せて書きます。まずはメインの猫ちゃんからいってみましょう。エモい感じ、エモいというのはおっというなんか驚きなどがね、欲しいところですよね。猫ちゃんの顔はちょっと人相悪めです。でこのペン、ハント101アーチストペンはこの紙のざらつきにも応える形でちょっとガタガタするんですね。そしてそれが、手書きの良さであります。こういうところも輪郭をはっきり描かずに線描的に描いています。はい、ハント101アーチストペンと丸ペンで仕上げたものがこちらです。もう少しインパクトが、エモさが欲しいですから、縁取りをしていきたいと思います。今度はこちらの竹ペンです。竹ペンの裏に絵の具をのせて描くんですけども、どんな風に描けるかですね、ちょっと安定感がないのでドキドキはしますね。この太い力強い線が欲しいときにはこの竹ペンは使ってみてはいいのではないでしょうか。
今この猫ちゃんの周りを描いたところです。このようにしてこの芯の形を一周してみようかなと思います。今ドカッとね、絵の具が落ちました。竹ペンの何が面白いかというと、ちょっとこのキシキシいう音ですね。これは他にはない感じです。絵の具のつける量によってかなり太さと絵の具の濃さの出方が違いますね。慣れてくると使いこなせるようになって、この竹ペンの良さが、味がですね、マックスできるようになるのではないかと思います。今後使ってみようかなという気もね、してきますね。で今回の作品は、はがきサイズがちょっと大きい、紙に描いているので、比較的イラストも大きいですから、こういう太く描けるペンというのが、使いやすいですよね。今ボトッと落ちてますね。まあ、そういうふうに思わぬことになってしまったら、思わぬこと、後でですね、全体を見てバランスを取っていくということで OK です。あまりですね、怖がらずに、勢いよく手書きを描いていくというのも楽しみの一つですね。やり直しが効かないということが分かっているので、慎重にはなるかもしれませんけども、あ、こうなったからこうしようというふうに、自分の中に予定してなかったものですね、リアルに、ライブ感を持って手書きというのは、やっていくといいのではないかと思います。まもなくね、この C の形でエモい絵文字の C が、囲まれるところですね。この竹ペンによって今一周しました。ちょっと長くね、音と遅くなったところもありますが、そのところがですね、あ、本当に動きなんだなというのが伝わると思います。はい、完成しましたと思ったんですが、もうちょっとエモさが欲しいなというふうに思います。こちらはハサミでチョキチョキ切って、こちらの黒いノートパッドの紙に貼り付けて仕上げたいと思います。でここにもちょっとエモさを書き足していきます。今度はガラスペン、Gペン、ジロットをゴールドのインクで書きたいと思います。それでは続きどうぞ。汚れないように綿の手袋をすると安心です。黒い紙にゴールドのインクで書くレッスンです。粒子が沈んでいるので使う前によく振って使います。蓋がスポイトになっています。 Gペンを裏返して乗せます。たくさん乗せすぎると垂れるので気をつけましょう。まず書き味を確認します。細いおろし線、太いおろし線、細く上がる線、山の形、谷の形、丸というように、滑らかに、Gペンが使えるといいですね。では文字を書いてみましょう。エモーショナル、これはモダンカリグラフィーのポップスタイルというものです。でそれほどたくさんいっぺんに書けません。太い線、細い線をバランスよくご自分の筆圧で書いていきます。最後でいいので T の横棒、I の点を書きます。もう少しサラサラっとした感じの、手書き文字もいいでしょう。紙を斜めにして潰れた感じですね。太さをあまり出さずに書いていきます。ですから文字の書きたい幅などを計算して文字と文字との距離を広げたり狭めたりしてもいいでしょう。それでは続きを見ていきます。本番の黒い下地に文字を書いていきましょう。この部分は背景なので、あまりきっちり書き込まずにサラサラっと書いたり賑やかに書いたりと遊べるところです。黒い下地が完成したら、いよいよ絵文字 C を貼り付けます。裏に糊をしっかりとつけましょう。位置を確認しながら絵文字 C を載せていきます。背景とのバランスもよく見ていきましょうね。しっかり固定できたらゴールドのインクでポイントを入れていくと美しく仕上がります。はい、エモい絵文字の完成です。このエモい絵文字 C は猫ちゃんがメインで、うさちゃんがいたり達人がいたり、そして浜根先生がハント101アーティストペンとオブリークホルダーを持って登場しています。ふう誰というお遊び心もあります。それではペン書き比べ後編もどうぞ。